ますよ。つば九郎の今日の一言。東京ドーム2日目です。このオーロラビジョンにつば九郎の本もいい感じで映りますね。昨夜はうちの若手の可愛い奥川投手から若手の可愛い、はい、ベイスターズの宮崎選手、外選手、牧選手が寄ってたかって、はい、パワハラをしましたあ、今ベンチ前でキャッチボールされてます、はい、どこかのスイッチを、あ、見つけましたかと、スイッチ見つけましたか。あ、牧選手うなずいてますよ。どうしよう、荻生田散髪、どこにスイッチがあるのか教えてください。やられたらやり返す。ロメロ投手をメロメロにします。はい。はい。ですね。今日は、あ、昨日はトラもウサギも巻きました。ありがとう、リュウアクコイン。はい。楽話で一プロ上げて帰るぞ。今日こそスワローズにいい風が吹きますように。はい、オリゴンのいい風が吹きますようにね。はい、いや、つば九郎にとってはね、ウィンズに行って試合やって最後は楽はのお風呂、もう最高のね、ところですね。一石三鳥ですね。はい、以上、つば九郎の一言でした。お待たせしました、両チームスターティングアップ。